ゆうりチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ゆうりです。今日はフェルピンズのカズくんとりょうすけです。イエーイ。いやー、本当に嬉しい。お邪魔します。あの前に、はい、あの僕がすごくいいなと思った曲があって、はいはい、パラレルワールド。そうです、ね、あれを歌っててすぐコメントしちゃったのビビりましたよ。いや、そしたらさ、こんな早くコラボできると思う。いや、こっちのセリフですよ。いやいや、嬉しいよ、本当に嬉しい。いや、コメントしてくれたけど、いや、まさかって思ったらすぐ連絡が来るって、みたいな。すぐ DM したからね、インスタグラム。いやいや、でもね、本当に嬉しい。で、本当に初めましてで、はい、今日はちょっとお互い緊張してますが。いや、めちゃくちゃ。まあね、僕ら二人歌うまということで、今日は歌を歌って仲良くなろうかなと思いますので。事実だけどさ。まあ、俺たちみたいなさ、超絶歌うまい二人が、楽しく歌を届けて、皆さんに満足していただければなと思います。はい。なのでね、はい、まだあんまり喋ってませんが、はい、まあ、歌を歌いつつ、そうですね、話していきます。はい。いけたら。はい、ちょっと歌で、合わせましょうね。一緒に歌いたいよね、1曲目は。そうですね。いいね。何にしよう。何がいいですかね。え、何がいい？逆に。むずいよね。ちゃんと初対面の距離感で喋ってる。まだちょっと距離あるって言っても、撮影所すごい近いんですよ。いいじゃん。臭い？いやいや、逆に大丈夫かな。ペルー州大丈夫かな。ペルー州何がいいかな。何だ。夏がもう終わっちゃうから、これとかは。ああ、いいですね。これはなんか高い声だし、はい、すごく聞きたい、個人的に。僕も個人的に聞きたいです。これ頑張るよ。じゃあ、ミセスグリーンアップルさんの青と夏。おお。どっちのマイクがいい？いいよ、選んで。じゃあ白で。あ、オッケー。ありがとうございます。なんで？すみません、いきなりちょっと音量がいろいろあって、大丈夫です。飲み物が変わっちゃいました。早速よろしくお願いします。お願いします。いきます。はっはっは。ハッハッハッ、ハッハッハッ。じゃあ俺から行くね。はい。涼しい風吹く青空の匂い、今日はだらっと過ごしてみようか。風鈴が散りぬひまわりの黄色、私には関係ないと思っていたんだ。夏が始まった、合図がした。傷つき疲れるけどもいいんだ。次の恋のめっちゃうまい。もうちょっとだけ足してもいいかな。はい、そうですね。やべー、嬉しい。優しい風吹く夕焼けの真ん中で、分かっているけどいつか終わる。風鈴が散りるスイカの種飛ばし、私にも関係あるかもね。友達の嘘も壊される愛も、何から信じていいんでしょうね。大人になってもきっとたくなものは焦らないよ。大丈夫だから今はさ、ある海飛び込んでよ。夏が始まった、恋に落ちた、もう立ち疲れたんだけど、どうですか。本気になればなるほど辛い、平和じゃない、私も恋だった。地の恋だ。西がやっぱ寂しいな、いつか忘れられてしまうんだろうか。
繋がり求める人の素晴らしさを信じてる大丈夫です。フェイクがすごいよね、やっぱりね。確かに俺、白洲田さんのフェイク講座みたいなやつ見て、はい、めっちゃ練習したから、なんだっけ、こう階段の時は音をどんどん当てていくんだって、でパッ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 て当てていくんって言ってたよね、はい、言ってました。全然できない。めっちゃ見てる。あれね、もっとね、初心者に寄り添ってもらいたいです。ちょっとレベル高いよ、あれ。確かに。いや、確かに、あれはちょっと難しい。あれね、だいぶ上手い人が見て、はい、やっとできるところだと思う。俺、できなかったもんね。いやいや、なんなのこのさ、ミュージチャンネルを使って白洲さんにメッセージ送るの最近多くない？そうなんですか。多い。ちょっと気づきますよ。もう LINE しとくわ。もっと寄り添ってもらえる。ポンクじゃん。いや、難しいのよ。難しいですね、あれは、うん、本当に。なんかめっちゃ嬉しいです。いやいや、こちらこそだよ、ほんと。ゆうりくんが見てくれてるって僕の。確かに。いやいやいや。白洲さんのを見てくれたんだっていう。全部チェックよ、全部チェック。やっぱりなんか、うん、ボイストレーニングしたことなくて、うん、ああいうなんか、ね、うん、YouTube でボイストレーニングできるんだって言うと見たくなる。あ、うん、でも俺もあんまりやったことないんですよ。あ、そうなんだ。だから、すごい見てましたよ。え、教え方とか難しいよね、きっと。難しいです。俺できないですもん、ね、だから。いやいや、感覚だけで言ってますもん、俺。自分流に、あーって言ってるだけで。もっとね、ちょっと欲しい。次はちょっとごめんなさい。なんかあれ、よかったら一曲ね、歌ってほしい。涼介くんに歌ってほしい。あ、本当ですか。うん、うわ、もう何でもいい、全然。本当ですか。うん、じゃあクリスハートさんの I love you。 あ、いいよ、全然最高じゃん。もう視聴者さんに I love you 届けてほしい、あそこ見て。ちょこちょこ、誰こいつって食べないですか。ならない、ならない。みんな涙流して喜ぶと思うから。じゃあ行きます。楽しみ。クリス・ハートさんの I love you。 色気上手になってくれたりした。やばい。ねえ、君はなぜ悲しそうにうつむくの。ドキするよ。なのにいつからだろう、君と手をつないでもキュッと握り返してはくれないんだね。何を
頑張ってる。わーお、ここで感じあるんだね。あ、本当ですか、動いてます、すごい。よし、お揃いでつけていたあの時にはとまったまま外しただけ、だよね、確かめたい、でも答え牙がもうわからなすぎて緊張して、いや、めっちゃよかった。ちょっとゆるチャンネルの大里として負けないでくださいよ。そうですね、俺もじゃあすごい名曲歌うわ。おー、期待です。ちょっと普通に一番として上手に歌える曲がいいな。ビビってる。すげーかったさ。強敵ですね。ああ、戦ってないのに。いやいや、今日バトルみたいなこと。今日は楽しくカラオケしましょうの回じゃないんですか。俺の中でもライバル。いやいや、やめてください。そんなわけない。くそ。あれ、タイトル変わってきちゃう。バーサスの方になっちゃう。おお、うわー。曲振りからお願いします。サザンオールスターズさんで、津波。風に戸惑う弱気な僕、通りすがるあの日の影、本当は見た目以上の涙もろい過去がある、透明度流るさやか水を消せどもゆる魔性の日よ、あんなに好きな人に出会う夏は二度とない。人は誰も愛求めて闇にさまよう定め、そして風任せお前で
盛り上がる曲も歌いたいよね。いや、確かに。じゃあ、あのね、はい、盛り上がる曲ということで、Adoさんのギラギラ歌うことにして、で、なんか、キー下げたいとか言うから、俺は本当は元気で出るけど、いや、女性曲ですよ、嘘、全然出ない。でマイナス2ぐらいで、はい、ちょっとやってみようかなと。それでも危ういっていう。ちょっと2人でこう盛り上がる曲やって。はい。はい、ギラギラ。A メロちょっと危ういんで。任せて。いいですか？うん。楽しみ。ああ、もう本当になんて素晴らしき世界で、今日もまた己の醜悪さに惑ったのに、人好きって思う気持ちだけは一丁前にあるからもだえてるんでしょう。アグリ正直言って私の顔はそう、神様が左手で描いたみたい。必然これにあるラブソングはどれ一つ、絶対私向けなんかじゃないでしょう。使い道のない口づけ、哀れみを欲しいままに、スポンプールの傘、豚で身を守る、愛されない
おしゃれだね。俺もやるわそれ撮るから。あのお釈迦様も存ぜぬうちにもう健やかに狂っていたみたい。それは世界の方か、それと私の方ですか。強制は鼻から無理でしょう。まがいもの遠ざからしけれ、無我夢中走る走る。強い賛成が洗い流す前に、蛍光色のあざがいて、メラメラ息を吹いて、私は夜狼。ラタタタ、そこで見てろ、このラッツの隣、あなたなりの目を閉じて、もう一回もう一回、もしも神様が左利きなら、どんなに幸せか知れない。キラキラ輝いて、1ミリグラムの花びら、根性根なんてファミこの世はビーツ。キラ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 、花は満ちて、ありのままじゃいられない、誰も彼もなんて素晴らしい世界だ。キラついてく、出ないよ出ないよ、出たかったけどね。素晴らしい。やっぱりね、あれよ、曲歌いすぎ、いろんな曲カバーしすぎ。分かんなくなってる、ごちゃごちゃになってる。あるある。でもさ、俺も毎日ちょっとでさ、はい、弾き語りいっぱいやってるじゃん、はい、で、やってるじゃん、毎日 TikTok に上げてるじゃん、はい、ごちゃごちゃになってくるよね。ごちゃごちゃですし、あの歌詞覚えてと思ったらもう全然いいんですよ。そう、分かる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 。なんか悲しいよね。いやで、しかもギラギラ、あのサビだけを TikTok 用に聞いてるじゃないですか。見せないもんね。そこをバック歌うんですよ、うんうん、だからあの全部歌えてたのに、うん、なんかもう忘れてくるんですよ。そう、分かる分かる。前半とかサビだけね。そうなんですよ、サビだけがどんどんレベルアップしてってね。その気持ちめっちゃ分かる。俺もこう弾き語りやってるじゃん、はい、なんかこう指も一緒にこう覚えてて、みんなからやってるじゃん。いや、すごい、やっぱりどんどんごちゃごちゃになってくるよ。そう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 、 俺もあの昔弾き語りやってたんですけど、うんうん、全然できなかったですね。やっぱその脳みそ、歌の脳と弾き語りの脳が別にないとできないんですよ。でもなんとなくわかるかもしれない。脳みそ多分あのこんくらいしかないんですよ。できないんですよ。いやいや、頭良さそう。全然良くないっす。俺もなんか本当にさ、 C、 例えば C、G、A マイナー、E マイナーとかでこう弾き語りでさ、はい、結構それだけでもさ、いろんな曲が当てはまるじゃん。そうですね。だからね、結局同じコード進行でメロディーが違うだけで曲が結構多いから、うん、どんどんごちゃごちゃなってくるね。だからさ、結構カラオケだと困る時あるよね。わかるわかる。なんか一回歌ったから、うん、当たり前に歌えるんでしょ。が、それは違います、ね。本当に、はい、その何年、ね、1分とか、うん、こっちもその1曲フルでカバーするときに、うん、そこのためにめちゃくちゃ聴き込んでるもんね。本当そうですよ。そうしたらまた次の曲聴き込んで、どんどんやるか。あのブケット鉛筆方式なんですよ、俺またまって。これ俺たちが今やってるずっと言い訳だから。ありがとうございます。だって今、そうです。そうやって入れようかな。ずっと俺たち言い訳だから。言い訳そうでしかないです。いや、なんか、ね。好きなアーティストさんは誰なの？僕、あ、これは抜いて大丈夫だから。あ、うん、もう、いや、ちょっと。いや、そんなことない。いや、本当に、でも誰が好き？あ、僕、あの、歌、最初始めた時、ユイさんがすごい好きで、ユイさん、はい、グッバイで自分、ユイさんが好きで、そこからアイさんとか、うん、めっちゃ聴くようになって、そこからもう洋楽をずっと聴いてたんで、ユイさんあった方がいい。
え、何が好き？グロリアとかめっちゃよくない？うわー、懐かしい。グロリア好きだよね。グロリア好き。あとね、このローリングスターも好き。あ、よとった。ブリーチの、そうだよね。はい。懐かしい。エンディングだってほしいな。あ、いい。はい。おー、めっちゃ元気。あ、いけると思っちゃった。いや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 。元気は、ゆいさん元気だけは。じゃあ、どこだけ。めっちゃ可愛いですよ。我慢ばっかしてらんないよ。言いたいことは言わなくちゃ。帰り道夕暮れのバス停、落ち込んだ背中にバイバイバイ。君のファイティングポーズ見たくない。バイバイバイ。君のファイティングポーズ見せなきゃ。夢にまで見たような世界は争いもなく平和な日常。君とラブってたまに悔やんだりして、そんなロングデイズ。うまっ。あ、いいな。はい、元気ですか。はい、はい。転んじゃったっていいんじゃないの。そん時は笑ってあげる。かっこいいな。組んだマスの奥から小さく微笑み、君は頼りにしてるよ。夢にまで見たようなスリッパ、恋人たちは隠れ家を探すの。でも現実は会えない。日が続きながらも信じる。確かに、めっちゃかっこいいな。絶対やろうって言うめっちゃかっこいいな。最後めっちゃかっこよかった。真似できないよね。できない、できない。高かったです。いや、めちゃくちゃかっこいい。あげましょうっつったら、もう元気入り戻されてワンちゃん。いやいやいや、ワンちゃん元気いけたよね。いけたよ。うん。いや、めっちゃよかったな。普通に汗かいて。いや、かっこよかった。めちゃくちゃ最高だったね。いや、飲みます。なんか歌ってもらおうぜ。歌う気なくなってきて。気持ちで負けてきて。やばいやばいやばい。ちょっとリクエストしてもいいですか、2人で。シトラスとかお願いできないですか。あ、花村くんね。はい、花村くん、そう、3だか、花村さん。何勝手に距離縮めてんだよ。すいません、花村さん。いける？めちゃくちゃだった。ごめんね。バカ野郎、お前俺たちできないことないぞ。おい。悪い先輩だ。会ったことあるんだから。俺たちどっちも会ったことあるから。はい、お世話になってます。俺たち会ったことある。
ないよね。熱を奪っていく路地裏の香りが昨日までの僕忘れさせたんだ。平凡に埋もれてもここにある幸福は何にも変えがたい。指差し笑われたとして極めて満ち出せることなく右か左迷ったならまっすぐに飛べ。汗かいた。やべやべっつって。何がいいかな。普通ワンオクとか。あ、ワンオクロック。あ、行きましょう。一緒に撮りたいです。ワンオクロックさんのカラオケランキングのトップ、Where Are You は、涼介君に心を込めて。あ、一緒に撮りましょう。あ、もちろん。一緒に撮ってください。分かった分かった。ちょっと嫌だけど。うますぎて。いやいや、本当に。よく言います、本当に。俺もフェイクやりてえな。バカにしてないからね。でも動画見ると覚えてますよね。はい、すごい覚えてる。全然自分では分かんないですよ。あ、じゃあ俺が行くよ。先の方がいいから。I'm telling you Oh yeah I so whisper Tonight TonightYou are my angel 愛してるよ、oh yeah、二人は一つに Tonight Tonight I just say Wherever you are I always make you smileI know it by your side Whatever you say 君を思う気持ち I promise you forever like I know、やべえ。I don't need a reason Oh yeah I just want toこの先長いことずっと Oh yeah どうかこんな僕とずっと死ぬまで Stay with me、yeah. We can we areI'm gonna go and I'll know you are
中にはいつも君がいるから。灼熱だね。じゃあ一曲僕の曲一緒に歌ってもらってもいいですか。お願いします。嬉しい。それドライフラワーと思わせての、俺ね、涼介君だったらシャッター聞いて、マジ本物聞きたいなと思って。おお、いやいや、もうわけわかんなくなる。やばいって、ホントに戦います。僕ちなみにあの曲俺も本物じゃないから。あれ俺友達のために作ってるからね。確かに。でもちょっとね、似てんだよ涼介君に。確かに。ルックスですか。まあね、顔とは全然違うんだけど、うん、そのなんかね、こうこのノースリーブ着てる感じ、ノースリーブ着てタトゥーが入ってる感じとかめっちゃ似てる。あ、そうなんですか。髪型も今結構似てる。一緒。あ、本当ですか。よろしくお願いします。今日やりたかったらいつか紹介します。あ、お願いします。じゃあ、ちょっと彼の曲を歌おうと思います。でもあれにしまくってたってね。うおー。楽しみだ。あっちいいぜ。どこだ。君と見るはずだった花火が夜の隙間を埋めてく。感傷に浸っちまうから、ツイッターは閉じた。棚の上に置いたカメラも今距離を置きたいくらい。僕は今日すべて失って一日中泣いていた。君との道はやっぱりわからないけど、君のアルバムにいる僕を全部消したいでしょ。シャッターが落ちるみたいに君を切り取って恋に落ちて、心のあるものに全部そっと溜め込んでた。だからさ、だからさ、仕草もにおいも時間の君だけに使えばよかった。お決まりのデートコースとお決まりの愛の言葉、見栄えのいいものばかりがインスタに残った。棚の上に置いたカメラじゃ映せないものが、僕の間にあって誰に気づけなかった。いやでも気持ちはやっぱりわからないけど、君のアルバムにいる僕は全部いらないでしょ。シャッターが落ちるみたいに君を切り取って恋に落ちて、壊したくなくて無難にきっとやりだからさ、罪の悪い僕だったの。シャッターを切る時間も君に触れていればよかった。全ての時間を君だけに使えばよかった。どんなに綺麗で美しい宝石みたいな思い出
体に君を切り取って恋に落ちて壊したくなくて大人にきっとやり過ごしてた。だからさ、だからさ、写りの悪い僕だったの。シャッターを切る時間も君に触れていればよかった。シャッターが落ちるみたいに君を切り取って恋に落ちて心のアルバムに全部そっと溜め込んでた。だからさ、だからさ、死ぬそうに想いも超良かった。アレンジしてくださいって最後に思いましたよ。待って待って、え、じゃあとっさとっさです。俺今度さ、はい、ライブ決まってるよね、はい、でホールツアーってやつか、はい、やるんだけど、はい、今のね、あれフェイクもしかしたらやるかもしれない。おお、真似しちゃう。目だけに、目だけに、ありがとうございます。目だけに、うわー、な、これちょっとやろうかな、マジで。ね、かっこよかった。ね、うん、めちゃくちゃよかったよね。うん、その採用もしかして。ちょっと待って、めちゃくちゃよかったな。ダメだ。やっぱりダメです。何がダメだっすか。これもう君だけに勉強になるな。うま、うますぎる。ね、やっぱすごいよ。初めてカラオケでこんなに汗かきましたね。ちなみに俺もダクダクで、多分それ多分この部屋が普通に暑いからだよ。始まる前寒いって言ってましたよね。プラスで多分やばいです今。ちなみに最後、次で多分最後ぐらいなんだけど、 あの凌介君に俺をさ、ちょ、歌ってほしい曲あって、めちゃくちゃあのすごい盛り上がる系の曲で聴きたい。俺もちょっと歌いたい。いい、一緒ならいきます。あ、いい、お、ありました。これはあの、元気やめてくださいね。え、キー下げるんだ。途中で、途中で上げました。あ、オッケーオッケー。途中で、あ、2下げぐらい。はい、え、ちょっといけるかなって思ったら上げました。え、スーパーフライさんで愛を込めて花束を。あと、座って歌うのもむずいですね。え、座って歌うのも、あ、立って大丈夫だよ。え、なんか立って、立とうぜ、最後は。二人で写真を撮ろう。懐かしいこの景色とあの日と同じポーズでおどけて見せてほしい。見上げる空の青さんぽ、気まぐれに雲は流れ、綺麗なものは遠くにあるから綺麗なの。約束した通り、あなたとここに来られて本当によかった。はこの子に気持ちが愛じゃないなら何が愛かわからないよ。愛を込めて花束を、大げさだけど受け取って言うなんて聞かないでよね。今だけ全て忘れて笑わないで。兄さん、どうぞどうぞ、あげます、あげようぜ。昨日と見た今日は何気ない別れ、弦楽器ですよ、弦楽器。分かって選びそびれた奥の
ね。やっぱ研究タイム最高じゃないですか。やよかった。めちゃくちゃいいよ。仲良くなったよね、これでもやばいやばい。いや。めっちゃ踊っちゃった。いやめちゃくちゃかっこよかった。いい、ね、あのさ、うん、英語の部分がさ、あの歌う前から聞いてみたかったの。あ、本当ですか。うん、知ったら本当にめちゃくちゃかっこよかったの。来た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 。めちゃくちゃかっこよかった本当に。いやー、あの、あげましょうか、あとで一個だけぐらいかなと思った元気。うおーってなって、やっぱ男だから。男は元気歌わない。弾くに弾けないからね。それでもめっちゃ楽しかったです。いやめっちゃ楽しかったね。いやなんかすげえ歌うまいじゃん、うん、でもやっぱりこうやっぱ歌手として戦いたい、うん、だからいつかねユーリンも出てほしい。ユーリンっていう企画があるんだけど、はい、バトル企画もいつか絶対です。いつか、まあ本当にいつかねやりたいよね。こん煽り無理じゃない？こんな仲良くしちゃってて。いやいやいや、すぐ仲悪くなるから。それはめっちゃ怖いわ。でも本当にすごく楽しかったから、なんかまた、なんかゆうりチャンネルの企画とか出てくれたら、いつでも、どこでも、何でもします。あとなんか、せっかくだからなんか、そっちの TikTok のアカウントで僕と一緒に歌ってる動画とかなんか載せてくれたりしますか？え、いいんですか？お願いしてもいいですか？めっちゃ嬉しいです。あ、お願いします。ねえ、嬉しいです。本当に喜んでくれる人いたらいいよね。確かに。めっちゃ、いいんですか？やりましょう。ぜひ、お願いします。やばー、ありがとうございます。ってことで皆さん、ペルピンズさんの TikTok アカウント、そして YouTube の方にももしかしたら上がるかもしれないので、概要欄に貼っておきますので、そちらもチェックしていただけるととてもとても嬉しいです。今日はペルピンズさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録とグッドを忘れなくて言ってもらってもいいですか？チャンネル登録、あとグッドも、あと、いろいろ SNS 全部フォローしてもらえたら嬉しいです。あれ、これまだ仲良くなってねえか。皆さん、今日はありがとうございました。さよなら。チャンネル登録お願いします。